1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。廃止島で定数は4。現在は福島1区の一部と福島2区の大部分に分かれている。自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は、 以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数、59万2243人、投票率 71.、71.86%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行、当日有権者数、56万5810人、投票率、 79.78%第38回衆議院議員。総選挙7月6日。執行当日有権者数。54万5373人。投票率 77.。77.53%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数。53万3657人。 投票率 73.、73.98%第36回衆議院議員、総選挙6月22日執行当日有権者数、51万3417人、投票率 81.、81.25%。第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数、50万7702人、投票率。 74.64%第34回衆議院議員。総選挙12月5日。執行当日有権者数。48万7935人。投票率 78.。78.38%第33回衆議院議員。総選挙12月10日執行当日有権者数。45万3890人。投票率。 82.12%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、426,525人、投票率 80.、80.65%第31回衆議院議員、総選挙1月29日執行当日有権者数39、393。214人投票率 81.、81.43%。 第30回衆議院議員総選挙11月21日執行、当日有権者数376,026万人、投票率82.61%第29回衆議院議員、総選挙11月20日執行当日有権者数364,173万4 3人、投票率82.27%第28回衆議院議員、 総選挙5月22日執行当日有権者数35万2723人投票率83.28%再選挙9月3日執行当日有権者数35万1109人投票率68.25%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行当日有権者数 335,732人。投票率 83.、83.68%第26回衆議院議員総選挙4月19日執行。当日有権者数、326,891人。投票率 84.、84.00%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行当日有権者数、335,054人。 投票率 81.、81.82%第24回衆議院議員、総選挙1月23日執行当日、有権者数、30万7172人、投票率 74.、74.29%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行、当日有権者数、30万5898人、投票率、 68.08%ありがとうございます。